本日は、山田食品産業株式会社の山田社長と樋口部長、そして、明治安田生命の執行役員、埼玉本部長の岸本本部長と、所沢支社の菅原社長にお越しいただいて、埼玉県内並びに所沢地域の地域貢献についての座談会を実施させていただきます。今回は、所沢地域、そして埼玉県内を中心に山田うどん食堂を展開されている山田食品産業株式会社に明治安田生命の埼玉本部長が一緒に所沢地域を盛り上げていきましょうよとオファーをしたところですか。それがきっかけでこの座談会が実現いたしました。本日はどうぞいろんなご意見をたくさん聞きたいと思ってます。それと本日は元西武ライオンズの松沼アニアンこと、現在は全国野球振興会プロ野球 OB クラブの副理事長松沼アニアン、そして同じく西武ライオンズ OB の石毛が2人が参加してこの座談会にいろいろと、まあ、聞き役になるのかアドバイスをするのか分かりませんけど、みんなでいろいろと話して盛り上げていきたいと思っています。それでは地元で愛されている山田うどんのイメージですが、この所沢地域で山田うどんを始めた理由を教えていただいてよろしいでしょうか。なんか社長、早くて安くて美味しくてお腹がいっぱいになるというふうに聞いてますが、その辺のまず立ち上げた話の方からお聞きしたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。手前ども創業は昭和10年1935年なんですが、所沢がですね、お茶と、うどんをよく食するというような、はい、土地柄だったんですよね、はい、それで私の曽祖父ひいじいちゃんの方がまあ軽い感じで うどんの製造を始めたというあれがきっかけだったんですよ、はい、それを近隣の、あの住民の方に売ってたというか食べてもらってたっていう、はい、いうことでですね、はい、それをまあボリュームあるものを安く提供してたっていうのがまず始まりだったわけなんです、はい、それであの特に店名だとか屋号なんか考えなかったんですが、はい、山田の家で作るうどんだから、はい、山田うどんだってことを、まあ、あのシンプルで分かりやすくて、シンプルで分かりやすくて、はい、周りの人がつけてくださったと、はい、いうことでですね、商売広げようということでですね、今度地元の今でいうスーパーなんか、うんに卸し始めたんですが、はい、そこではやっぱり先方さんも商売ですからスケールメリットでですね、はい、あの大量に売りさばくとディスカウントされたんですね、勝手に。それでやっぱりあのボリュームあっていいものをあの、うん、作ったのにそんな 安売りというか叩き売られたんじゃ、うん、あのちょっとバカらしいということで、はい、あの製造の方で儲けて、あのここに住民の方に食べてもらうにはあの利益度外視で安くて美味しいもの、つまりできたうどんにつゆをぶっかけてそのまま提供すればいいじゃないかと、うん、はいはい、いうようなことを始めて、当時、はい、あのうどんの一杯の時間が70円だったところを35円で販売したらですね、はい、あの予想以上にあのこういうふうに売れてきたと、そういういきさつがありました。それであのうどんを調理してぶっかけて出すだけですから誰でもできますから、はい、あの土地を持ってるあの農家の地主さんがですね、はい、うちにもやらせてくれないかというような声が自然とかかってきましてですね、うん、あの展開していったんですが、はい、その時はまだフランチャイズ展開っていうのが日本中に告知認識されてなかったんですけどね、はい、うん、それがフランチャイズの先駆けの存在に後で振り返ればなってたというようなことで、あのこういう展開をあの、はい、始めたっていうのがきっかけだったんです、はい、はい、すごいですね、はい、今のビジネスのなんか先駆者みたいなもんですね、はい、やってたことが偶然そうだったというようなことだったんですね、はい、それでずっとつまずきもなく地元の方々に喜んでいただいて愛されて、はいはい、振り返ればいろいろ中にはつまずきというかそういうのあったようなんですがね、はい、というのはあの広げたのはいいんですが、こういうふうに本部側でやってくれっていうのはあの商売
を今まで手掛けた人がそのオーナーじゃなくてですね、うん、なかったもんですから、こうやれば売れるだろうとか、うん、あの自分たちが勝手にやっちゃったりとか、うん、あのそれで後継者の問題でですね、後継者がそのフランチャイズに見つかんないとか、うん、いないとか、後継者のような人があの継がないとか、そういう問題もあってですね、当然フランチャイズをあの展開してやってたんですが、これじゃあちょっとうちも先細りになっちゃうということで、本部が管轄する直営店に舵を切り替えていきました、はいはいはい、今うちはですね、直営店が9割以上、フランチャイズ店は1割も満たないような、はい、そういう展開なんですよね、はい、まあ紆余曲折しながらやっぱりこう、はい、いい生業になってきてるわけですね、はいはいはい、それでまあ我々のアニアン美味しくいただいて、我々は元気に食って元気になって勝ってきたわけですね、うん、山田うどん様々ですね。知り合いの人からさ、はい、あの食べてくださいってもう現役の頃ですけど、うん、うどん持ってきてくれて、持って食べたんですけど、すごく美味しくてありがとうございます、ラッキーっていう感じどこのうどんだって記憶にないんじゃないですか。いえいえ、あの食事に行った時に、はい、あの寿司屋さんに行った時に、あの山田うどんでお店やってますっていう人からもらったのよ、うんうん、だから結構普通のこう会話からなんか、まあ、僕は一応ライオンズというプロのピッチャーですけど、うん、そういう僕を応援してくれて持ってきてくれて、家族全員でうどんいただきましたありがとうございます。だから親しみはすごくあるんですよね。だからあの結構車で動いてると山田うどんの看板があると必ず見るんですよね、うん、入ることはなかなかないんですけど入らないかんでしょうね大事、うん、そうだよな。あの西武ライオンズも徳田でゲームやるときは、うん、今そのゲーム前に食事として、うん、まあ、消化のいいものということで、はい、うどんなんかも食べるんですけど、はいはい、あれも山田うどんだったんじゃないですかね。あ、そうなの。ほら、白状ものだ。いや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 、それでそれ山田うどん食って何勝してきたんですか、本当に。いや、100ちょっとしか。うん。まあでも、試合前の軽食では、やっぱりうどんが一番いいですよね。はい。はい。食事通、喉を通らない、緊張して通らないんですけど、うどんだったらずっと食べて。いけるんですね。そうやって我々がお世話になった西武ライオンズは所沢にありますが、この所沢地域、並びに、埼玉県内全域で今回のテーマであります地域貢献についてのお考えは何かございますでしょうか。地域貢献、まあ昔からですね、うん、所沢市内あの地域に貢献するということでですね、市内のイベントには、うん、あの参加させていただいてます、はい、所沢祭り、所沢市民フェスティバル、うん、あとシティマラソンですとかですね、うん、あとまあスポット的に何かありましたらできる限り協力はさせてもらって出展して、はい、あの麺類をあの振る舞っているというか、はい、そういうあの認識でおります、はい、それはまあ今後もやっていただけるということですね、はいはいはい、樋口長何かございますか。そうですね、はい、地域貢献は、まあ、社長からあったあの市民あの航空公園のフェスティバルとかですね、うん、に出展したり、今ちょっとコロナでちょっとお休みになりたいんですが、あのプールも、はい、市民プールにも、はい、あの夏は出展を、はい、出展というかあの、まあ、ブースでやっておりまして、はい、まあ、これもちょっとコロナでちょっとできないんですが、うん、まあ、そういったこともやってますし、あとは先からこちらにちょっとあるんですが、なるほど、入ってるかな、入ってるかな、そうすればいいかな、映像に、あ、はい、あの去年の9月からですね、はい、食育っていうテーマで、食育、はい、ちょっと販売の方しておりまして、うん、はい、まあ、お子さんがお家でうどんを、うん、お父さんとか、はい、おじいちゃんとか、まあ、作るようなキットになってまして、はい、うどんの玉と麺棒が入ってまして、で家で、まあ、お子さんに踏んでもらって、はあ、うどんの玉を足踏み、はい、足踏みをしてもらって、はい、でそれを何回かやって、であと、まあ、切るのはさすがにあの難しいんですけども、はい、切ることもし可能であれば、はい、切ってもらって、はい、茹でてということで、はい、まああのまあその巣ごもりじゃないんですけども、うん、まあ、そういったこともありましたから、はい、あえてこういうふうなちょっと教材っぽく仕上げまして、
イメージもですね、で食育と、まあ、そういった教材的なイメージ持たせながら、うん、まあ、食に、まあ、親子で作る、うん、家で食べる、それから、まあ、地元の所沢というその、まあ、粉文化ですね、はい、そういったところをちゃん、まあ、うどんがどうやってできるのかとか、あ、大事ですね、そういったところを実際体験してもらって、うん、まあ、食の、まあ、良さとか、うん、食のありがたみとかですね、はい、そういったことをちょっと経験してもらいたいなということで今始まっております。去年から今年、はい、コロナ禍、はい、だいぶじゃあ業績いいわけですね。おかげさまでとまではいかないんですが、まだまだこれからちょっと育てていくということで、はい、今これにあのお店はお店なんですが、通販っていうところではこれにすごく今、はい、ね、じゃあまあ所沢とか埼玉県内以外にもたくさんのとこから注文ね、はい、はい、そうですね、こんなあの今日のような YouTube をなんか使っていただいて、もっともっとアピールしていただいてね、はい、はい、そうですか。じゃあ引き続き埼玉県所沢の、まあ、地域貢献よろしくお願いしますね、はい、はい、お待たせしました。いい、明治安田生命ではですね、みんなの健活プロジェクト、これ後で説明してほしいと思う、地元の元気プロジェクトという2大プロジェクトを展開されていると聞いています。岸本本部長、はい、この2大プロジェクトについてお話を聞かせてください。はい、今日はどうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします、はい、あの、まあ、明治安田生命は、はい、あのちょうど140年を超えたところでございまして、で実は昨年の4月に、埼玉本部という組織を立ち上げることになりました。でこれはあの会社として初めてのことでもございます。でまあ、我々埼玉本部の人間といたしましては、まあ、埼玉県内を大いに盛り上げていきたいというふうなところと、あの生命保険自体は、まあ、命とお金という非常にその、まあ、デリケートでかけがえのないものを扱っていますので、まあ、そういった商品のもと、はい、我々ができることをですね精一杯やろうというふうなことで、はい、今ひしげさんからご紹介になりました2つのプロジェクトを展開をしております、はいはい、で1つはちょうどこのテーブルの上にあります健康を一緒に育てよう、みんなの健活プロジェクトということで、まあ、日本の寿命も100歳というふうなのがもう普通になってきまして、まあ、人生100年時代と言われるようになりましたけれども、なかなか健康で100歳までというのは非常に難しいですね。望むところですね、はい、あの皆さんそれを目指しているところであると思うんですが、まあ、大体70歳を過ぎてくると、まあ、いろんなところにですね、まあ、不具合も出てきたりして、まあ人生いろんなご苦労があってご活躍された結果がそういったことになるんでしょうけれども、まあ、いわゆるこの健康である寿命、健康寿命をですね、まあ、1歳でも伸ばしたいというのが我々生命保険会社に勤めている者としての思いでもございまして、まあ、それをみんなと一緒に実現したいという意味で展開しているのがこのみんなの健活プロジェクトでございます。ですこれはお子様からシニア、ご高齢者の方も含めてですね、全員で取り組もうというふうなそんな動きになっています。でもう一つがあちらの後ろにポスター、あのまるでもう出来栄えがいいような感じで貼られておりますけれども、はいはい、まあ、地元の元気プロジェクトと、うん、で先ほど申し上げました通り、明治安田生命は140年を超えてきました、はい、で昨年の4月に埼玉本部も作らせていただいて、まあ、この地元の元気プロジェクトというのはあそこにあります町をみんなで盛り上げようというようなものでございまして、うん、まあ、埼玉本部のミッションとしてはですね、やっぱり埼玉県民の皆様方に大いに盛り上がっていただきたいなというふうに思ってて、さまざまな取り組みを今企画検討して進めているところでございます。ですこの健康というキーワードと地元の元気というこの2つのキーワードをですね絡めながら、この埼玉県の西部地区を盛り上げていきたいなというのが私の思いでございまして、そんな中でですね、まあ、今日はあの山田食品産業の山田社長にもお越しいただいてますけれども、その埼玉西部といえば山田うどん、そして西武ライオンズというふうなことで、まあ、このメンバーであればこの埼玉県西部地区をですね、この健康と地元の元気という2つのキーワードのプロジェクトの中ですね、大いに盛り上げていけるんじゃないかと私が確信を持ちまして、はい、山田社長のところに何かできることはありませんかと非常に無茶ぶりな感じのことでですね、お邪魔して、はい、先ほど冒頭でご紹介あったとおり、はい、山田社長には心よく何か一緒にやれることがあったらやりましょうというふうなお返事をその場でいただいてですね、はい、まさに今日のこの場に至ったというようなところでございまして、まあ、ただその後コロナでなかなか具体的なお話をする機会に至りませんでしたので、うん、この
この今日の機会をキックオフ、はい、キックオフというか、プレーボールとしてプレーボールとしてですねそんなに忖度しなくていいですよ何かしらできればなという、はい、で我々はこの健康というテーマと地元の元気というテーマの中でさまざまな会社の中でコンテンツを準備させていただいておりますので、はい、まあ、そういったものを使いながらですねみんなで盛り上げていきたいなと、まあ、そういったプロジェクトというものです。あ、それで社長、はい、具体的にどのようなことを今、はい、具体的に計画されて、あれも実際やっているのか分かりませんけど、はい、はいはい、あの所沢支社長の菅原でございます、はい、今日ありがとうございます。あの我々あのメイチャーさんの所沢支社はですね、所沢市、狭山市、入間市、飯能市の埼玉県の4市と、はい、東京都内の清瀬市、東村山市を管轄を、しておりまして、総勢、営業も含めて300名、従業員がいるというような形でございます、はい、今あの岸本の方から、ございましたけども、まあ、みんなを、健康一緒に育てていくという健康プロジェクトということと合わせて、地元を元気にしていくというプロジェクト、あの生命保険の営業だけではなくてですね、地元を一緒に盛り上げていこうというような取り組みをさせていただいてございます。で、あの先ほど山田社長からもございましたけど、具体的にあの私どもの所沢祭りの方に協賛をさせていただいて、ございます。あの今年はコロナでね、ちょっと残念ながら中止となってしまって、昨年は台風で中止に なってしまったりとかということで、あの、まあ今年はできればいいなというようなことでまたあの協賛をさせていただく予定でございますし、あの例えばシティマラソンの方でもですね、あのボランティアの方を、はい、あのやらさせていただいてございますので、そういったようなあの地域貢献の取り組みというのはですね、平素からあのさせていただいて、ございます。あとはあのやはり、このやっぱり所沢、埼玉南西部でですね、自治体の皆様とですね、一緒にこう共同の仕事をさせていただいたりというようなことを進めていきたいなというふうにも考えてございますし、あとはやっぱりあの地元の大企業様であるヤマダうどん様とかですね、一緒にですね、なんか明治安田生命と、ここの地元所沢を盛り上げていけるようにやっていきたいなというふうに、考えてございますので、本当にあの本日のご縁を、大切にさせていただいてですね、タグを組ませていただければなというふうに考えてございます。なるほど。まあ、あの埼玉県と大きなあのテリトリーじゃなしに、少しこういったちょっと こちらの方の所沢とか、はい、その辺のスペースなんですね。そうですね、はいはい、そうするとやっぱり野球になりますよね、はいはい、それは埼玉県で行けば、浦和レッズもあるし、大宮アルディージャー、はいはい、明治安田生命さんもおっしゃるスポンサーがやられてますから、はい、もうだいぶ長いことやられてますからね、はい、いやいやいや、それはいいんです。僕らはあの何も野球サークル喧嘩してるわけじゃないんで、はいはい、スポーツと大きなカテゴリーで応援してるからすごい助かりますんで、はい、あとは、野球サッカーと今度はあれですね、熊谷のワイルドナイツが今度はまたプロ化になるというようなことを、はい、考えてますし、まあ、独立リーグの埼玉チームもございますし、はい、なんかこう野球、あ、スポーツでなんかこう、うん、なんかイベント一つ考えてもらいたいですね、うん、僕らはですね、あの確かに野球、アニアと僕らは野球やってきましたけど、プロ野球 OB クラブは野球にあんまり固執せずにですね、スポーツ全般を、それこそ J リーグの理念と一緒ですよ、うん、スポーツと大きなカテゴリーでなんかこう子供たちを健康に元気に、あるいはその僕らはその年寄りですからあんまりこのとこ言いたくないんですけど、なんか礼儀節度とかね、縦社会とか、うん、なんかこう忘れてきてるようなものをスポーツを通じて、なんかこういったものをこう我々が受け継がれてきていいものを残していきたいなと思ってますんで、なんかその辺大きなカテゴリーで、スポーツってカテゴリーでやってもらいたいなと思って、僕提案なんですけど、